あゆなです。今回も実況やっていきたいと思います。で今回は、第3ステージかな。結構順調に、順調かはわからんけど、来とるよね。マネビトを連れて出発するか、出発する。では、マネビトを目覚めさせようぞ。イーナンアゴマサリトヒヨウ、イーナンアゴマサリトヒヨウ、キエーイ。よし。行こう。ほい。ダメだ、またぐだった。はい、ってことで今回は、天空エリアの、第3ステージ。アイテムはウォーターロッド、ブーメランハンマー。手に入る材料はシンクのパール、鮮やかな羽。鮮やかな羽いいね。アイテム、ウォーターロッドのやつかな、服。これで、水使いのローブ。あ、飛竜の砦1。お、かっこいい、名前が。本当はブーメラン酋長の服でもよかったんやけど、ほい。どっか行ったよ。これ乗ってから切り替えんといかんやつかな。じゃあちょっと二人で乗っといて、こういうことやね。オッケーオッケー。あ、で、ここにアイテムや。ブーメランを手に入れた。他のプレイヤーを引き寄せることができるぞ。ほいほい。んで、よいしょ。ウォーターロッドを手に入れた。ワイで水柱を作れるぞ。そして、久々のハンマーが。ダメダメ。めっちゃたらい回しみたいにされとんやけど。何をやってんだ。はい。ハンマーを手に入れた。Y でドスンと一発。押して、あれは3段よね。お、もう出たやん。ってことで、ハンマー一番上にして、よいしょ。なんかあの横のとこもさ、上がれそうなことない。おう。ボヨン。えい。ここも風や。あ、ここを切り替えたらこれで戻れるってこと？何しにかは知らんけど。あ、待って待って。おー、危ない。で、ここ切り替えいるかな。あ、あ、危ない。危ないよ。あ、待って、二人落ちた。落ちた。あっちからやり直しか。ちょっと待ってね。えい、オッケー。んで、ここ、ウォーターロッドいることない？え、いるよね。ってことは？とりあえず、こうだ。で、ここで、ウォーターロッドを使って、上がれない。ウォーターロッドで、はい、行ったー。で、次、あっち側に渡りたい。もう一回向こう行ってからにしよっか。ちょっとタイミングがね。いける！いけない！間がある！今のダメなのか。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。はい、危ないよ。んで、はい、次。次っていうか、ちょっとここの辺。ハート。あ、もしかして。あ、ハートがあったりとかは、しなーい。この下にもなかったかな。なかったね。よし。じゃあちょっと無駄な時間ができてしまった。あ、この上にさ、なんかルピーあったけど、あれは取れるんかな。ほらほら、あ、ここは2段じゃないといけんパターンか。よし、えい、オッケー。これで無駄にルピーだけ集めてきたけど、まあ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 。んで、またこう水使いのローブを、水使いのローブっていうか緑を一番上にして、はっ、うー、危ない。おっしゃ、今度は渡れた。待って待って待って、風風、あ、足場。これで、これでどこ、あ、あの横か。オッケー、オッケー、把握しました。
あと1個しかハートない。危険、危険にも程がある。え、待って、これ第一ステージでしょ。やばくないですか。ふう、危ない。危なすぎてちょっとおかしくなるところだった。おっしゃ、いったー。この辺ハート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 回収。オッケー。んで、またえ、使えない。よし、オッケー。待って、こっちも風出てる。なんかとりあえずここ、うおー、こっちなんか宝箱あったよね。おし、こんな上からでも取れるんや。50ルピーのために死にたくない。で、よし。また、なんで壊れてんのさ、これ。壊れるなよ。よし。ハートない。あ、おう、早っ。あ、よかった、いけた。いけたわ、ハートは。あ、結構回復した。よかった。はっ。飛竜の砦に、一応、妖精は使わなかったね。なんもな、あ、消える床や。消える床か。厄介だな。よし。ど、ここか。曲がるところを間違えるところだったって。遅い遅い遅い。風の抵抗。何しに下ろしたし。あ、なんか敵いる。は。てて。はい。うげ。うげってしちゃった。どうよ。どうよ。は、ハートがだいぶないな。危ないよ。回復今なかったし。また風吹いてる。これ絶対さ、しばらく上におったらさ、壊れるパターンの床よね。はい、危ない、危ないよ。はあ、危なかった。はあ、ほっとした。もうハラハラするとこばっかなんだけど。敵。なんこいつ。武器持ってないやん。ね、武器持ってないよね、こいつ。あ、爆弾、マジか、爆弾。そのパターンですか。でも爆弾さえ取り出さんかったら全然こいつ怖くない。なんだ、切り替えまくって。で、ちょっとこいつで全回復してから行こう。え、でもこれがおるってことは、なんかちょっと敵がおるパターンやないん。うわー、嫌な感じだわー。あ、全回復した。あとはルピーが出るだけよね。じゃあとりあえずちょっとここで稼いどこーっと。一気に超稼ぐ。おっ。最後ハートも出るんや。よし、じゃあ行くか。これは。あっちは壁や。こっち待って。あ、こっちなんか風の抵抗をあんまり受けない。待って、それ、思いっきり風当たってるところにスイッチあるんだけど。踏んだら速攻で戻らないとやばいね。え、なんか足場ができるんじゃなくてなくなる系。やばいやばいやばい。ちょっと待って。ちょっととりあえずいつも通り上に避難。上に避難のパターンで。あ、待って待って。ちょ、危ない危ない危ない。え、青どこ行った？あ、青そこ。待って、青。ちょ、ほい、上に。で、はっ、殴れねー。え、もしかしてこれ一段じゃない？一段じゃない？ってことは、もう一人降りてこんといかんのか。あれ、でもさっき一段じゃなかった？気のせい。ほら、こいつ一段じゃん。ね、一段だよね、ほら。待って。あ、待ってって、すごい危険なんだけど。で、こいつら、上がったり下がったりする。あ、でも一方向にしか撃たない感じ。いやね。とりあえず、あっこ切り替えんようにしとかんとね。うん、一方向にしか撃たないこいつら。あー、ちょっと待って。どこ行った？おお。ちょ、もう一人いるかな？いるかもしれない。ちょっと待ってね。こう行って。
これで降りるでしょ。降りて、こいつ撃てない、全然撃てない。あ、危ない。あ、おっしゃ、そっち、そっち狙ってもいいけど攻撃当たらないよ。あとこいつ一匹でしょ。あ、危ない危ない、怖い怖い。で、あれ一段じゃないの、違うの。おっしゃ、やっつけたー。めっちゃギリギリじゃない、やば。あ、この場に出るんや。オッケー。ってことでちょっと二人先に投げといて、でちょっと自分来い。おっしゃ、飛ばされんかった、よかった。え、ハートめっちゃやばくない。飛竜の砦で3、いや1しかないから、じゃ回復したい、回復。あ、これ色床のパターンや。色床のパターンってことはちょっとね、まず赤やばいのは分かってるんだ。んで、こっちに、はい、飛ばして、でこっちがギリギリんとこで、あんなとこに、こっこじゃん、敵かと思った一瞬。あっち敵だ、待って、担げなかった。よし、これで、あっこからの攻撃とか届かんよね、剣やったし。ほい、お、青、今度は青が一番下、こっこ使わんといかんのやね。オッケー。あ、ってことは普通にこいつで持って青が一番下。ほい、とりあえずちょっとコッコ持っとるけん離すしか。うわ、めっちゃ囲まれる、怖いんだけど。ちょっとどこか行ってくれないかな、あの敵たち。これでまたほわっとで、はい、お、ここ、お、なんか足場できた、向こう帰れるってこと、これで。いや、これで、これで、ウェイウェイじゃないわ。あ、とりあえずこれ切り替わったら、切り替われば大丈夫なんだけど、ちょっと待ってね、そこから打って、ダメ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 、これでまた後ろから打って、マジでここでか。まあ、飛竜の砦3、ちょ、緑に切り替えよう。ちょ、コッコとりあえず話しといて、こっちに気を引きつけといての、危険危険危険、待って間違えた、超間違えた。待って、来ないで。ちょ、とりあえずこっち、そこハートある、あったあった、よかった。うー、とりあえずよかったけど、おし、これでどうよ、やっつけれる、やっつけ、あ、やっつけた、よかった。こんなところで行き詰まるの嫌だし、あ、ほい、開いた。あっちのコッコ使うんかな、これちょっと距離あるけど、うん、間違えた、いらないいらない、いやー、待ってくれ。あ、もしもしって言っても無視したままじゃね、結局は敵そこにいるままなんだけど。もし、オッケー、これで一応3つ減ってるだけの状態になってて、で、あ、ここハンマーいる？端っこからいけるんかな？ちょっと待って、あ、いけるやん、あ、こう叩いとるよね。じゃあ一番下青やったね。とりあえずごめんね、これで
よし、旅だと。はっ、でスイッチ。あ、なるほどね、そこの扉。あ、なんか3人で押すやつあるやん。で、ちょっとこの辺ハートないんかい。へい、え、またや、またなんかこの風のやつ。まあ、全体的にそりゃね、天空だし飛竜だし。これはちょっと待って、どういう風になっと、こう、あ、あっこ足場か、あっこ向かって飛んでいくってこと。え、ってことは赤、黄色、青、赤が一番まっすぐ行けそうな感じかな。じゃあちょっととりあえず赤を一番下にしようか。うん、ってことでこういう感じに持っていってからの、はっ、あ、怖い、この気流に乗るのすごい怖いんだけど。はっ、あ、でも一応この上で止まっとけるんやね。はい、次あっち。あ、びっくりした、落ちたかと思った一瞬、焦る。よっしゃ、いけた、よかった、ハート。よし、ここにコッコがおる。こっちは何もないんかと。お、やったね。あ、全回復した。あ、まあボス前やしね。20ルピーゲットー。さあ、ここか、もうトライフォースだったわ。へい、はっ、飛竜の砦で4。え、もうなんかめっちゃ有無を言わさずな感じでど真ん中なんだけど、これはめっちゃ切り替えながらやらんと危ない感じかな。切り替えながらの、なんかちょっと微妙に降りてくる時があるみたいやけん、その時にあれか、その時にこのブーメランからの、ブーメランからのなんだっけ、うわ危なっ、ブーメランからの、ハンマーっていう、またね、最強の流れをやっていけばよろしいと思うのです。誰？はい。全然間に合ってないし。いや。早くね、動くの。こいつ、えい！えいの掛け声遅かったけど。おっしゃ、ダメ、おっしゃー、男らしい声を。いやー、ちょっと待って、ちょっと待って待って待って、何抱えてんの。とりあえずこっちに切り替えるでしょからの、怖っ、みんなが同じ方向におったらね、全然意味ないけん。はい、ダメじゃん。どうよ、これどうよ。へい、さあ降りてこい。一応あれだよね、あれ、そっか、一匹もやっつけてないんか、まだ。マジかー、マジかー、危ない、あと一体、飛竜の砦4。まあ、さっきの方法でやったら、とりあえずダメージは多少なりとも与えられると思うの。多少ね。ほい。このタイミング、えい。これで、おっしゃ、ダメ。ダメだよ、何やってんの。ほらほら、危ないよ。でも一応なんかこの竜巻っていうか、あれ、あれはなんかぶつかってもダメージは受けてないっぽいね。うお、ダメージは受けてないっぽいんだけど。おっしゃ、やっつけた、一匹やっつけた、一匹ね、一匹で騒ぐなしって感じかもしれんけど、とりあえずは小さな一歩だよ。小さすぎるわ、何を言ってんだ私は。はい、これで、おっしゃ、2匹目、あと1匹。
と一匹。さああと一匹。危ない。お願い。ああダメだ。あと一匹だから慎重に慎重に。へいへいへい来いよ。慎重にやってこ。おっしゃ、いける。背後。おっしゃ。多分あと1回ぐらいダメージ与えたら大丈夫なんじゃないかなーとか勝手なことを思ってるけど。これ何やってんの。何やってんの。舞い上がるなよ。錯乱させれてる。おし、これでいけいけ。はい、あっさいったー。あーよかった。あーもうめっちゃよかった。めっちゃピコンピコンなってるしさ、妖精1しかいないし。あー焦った。へい、クリア。おし、は飛竜の砦やったね。じゃあ次は真ん中ね。いつも真ん中いいやつだし。シンクのパールを手に入れた。で、私が真ん中を取るときに限ってこうやってね、いいやつじゃないんだよ。なぜ？左。はっ！飛竜の砦でクリア！はぁ、よかったー。ね。はい、ということで今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローよろしくお願いします。ツイッターの方は動画を見てきましたと一言くだされば、私の方からもフォローを返させていただきたいと思います。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。やばいな、私風めっちゃ苦手だ。